断食、絶食は飲食行為を断つこと。一定の期間、すべての食物あるいは特定の食物の摂取を断つ宗教的行為。現代では絶食療法として医療行為ないし民間医療と灯されている。固形物の食べ物を口にするのを止める行為であり、水すらも一切飲まない断食もある。断食は世界の諸宗教に広く見られる。 食料を取らないことを絶食、腐食という表現が使われることもある。食事は立つものの、自ら茶なら飲んでも構わないとする断食もある。断食は宗教上の行事としても行われているが、治療面での効果があることから、世界各地で続けられてきたセルフケアでもある。現代日本国内の西洋医療においては、抗原病や内臓器の核検査及び手術による、 経口摂取制限という理由のみが推奨される。手術などの全身麻酔を必要とする趣味においては、胃の内容物が肺に混入するリスクを防ぐために絶食が常に行われる。さらにコレステロール検査や血糖測定など特定の医療検査ではベースラインを確立できるように数時間の断食が必要とされる。あるレビューでは断食は脳内にケトン体を増加させ、 覚醒状態、気分及び主観的ウェルビーイングを改善し、おそらく抑うつの全体的な症状を改善したとされる。24時間未満の断食は、肥満した健康な成人における体重減少とボディマス指数の維持に効果的であることが示されている。断食は多くの現代病にも効果があるという。その論拠として人間の体は、 消化吸収することがない状態に入ると、自然に体に溜まった毒素を排泄する作用、デトックス効果があるとのこと。金見輸症事件における輸症患者の体内では、大オキシン類の排泄量が増え、症状が軽減することが観察されている。一定の期間、すべての食物あるいは特定の食物の摂取を断つ、宗教的行為である。 一定の食物を恒常的に禁忌することは除かれる。断食の起源や動機については宗教によって説明が異なり、また一つの宗教の中でも時代、個人によって意義が異なる場合もある。原始社会で行われている断食期では、その歴史的起源、本来の意義すら不明であることもあり、収束的に行われていることも見られる。 断食における目的をすべて一般化して述べることは困難であるが以下のような分類がある。人生のサイクルの中で繰り返し現れる危機的状況においてその難を避けるために行われる断食がある。出産の前後に妊婦やその夫に断食が課される未開部族も多い。家族が死んだ場合、遺族がすべての食物を断ったり、一定の食物を断ったりする部族も多い。 おつ風習があるこのタイプの断食についての説明はいくつも試みられているが、そのどれも定説とはなっていない。起源前の頃から人間の習慣として存在する。新約聖書、旧約聖書、マハーバーラタ、ウパニシャット、クルアーンでも言及されている。イスラームにおいてはラマダーンの月に行われる断食がある。ユダヤ教とキリスト教にも、 定期的な断食がある。仏教では、煩悩を克服、滅却するために断食を行う場合がある。食べ物と水を完全に断つ。食べ物の匂いを嗅いだり、薬を飲んだり、歯を磨くことさえも禁止されている。年に6回のの断食を行う。聖書による定めで、読むキプル以外の安息日に断食を行うことは、禁止されている。読むキプルはトーラーで明確に決まっている。 唯一の断食の日である。ヨムキップルは一年で最も大事な日とされている。バルミツワーになった男性あるいはバト、ミツワーになった女性は断食を義務として行う。ラビから許された命に関わる重い病や出産直後の女性だけは断食を免除される。ヨムキップルは安息日と同じように仕事を行ってはいけないという制限がある。家の外に物を運ぶ。 電気を使う、料理をする、車に乗る、電話を使う、書き物をすることは禁じられている。さらに、ティシュアー・ベアーブにも断食が行われる。ヨムキップルとティシュアー・ベアーブでは、男女共に、日没から次の日没まで、丸一日断食が行われる。それ以外の4回の断食では、日の出から日没まで断食が行われ、男性は必ず断食する。女性の場合、 病気療養中であったり、断食が困難であるほど体が弱っている場合、ラビが免除する場合もある。福音書には、イエスは、高生活の前に40日間荒野で断食したとの、記述があるキリスト教のいくつかの宗派や教会において、上記の出来事にちなんで始順節で断食が行われる。他の宗派では行われない。カリスマ系教会より神に近づく、探求のために実行される。 週に1日か2日、定期的に実行される。ジョン・ウェスレイ、チャールズ・ウェスレイ、ジョージ・ホワイト・フィールドが始めた、初期のメソジストのようなホーリネス運動では、健康法の一種として、定期的な断食を行った。聖教会大祭をはじめとして、年に4回の断食の期間があり、暦の中で重要な位置づけにある。断食の期間は、肉、魚、オリーブオイルを筆頭に、 すべての油、ワイン、蒸留酒を断つ。一方でタコや貝類は禁止されてはいない。清京都が多い地中海地域では、これらを使った料理が発達している。断食は耐えるものではなく、自分の不節制を認識し、他人へ施すことで神により近づくための経験である、という。断食によって節約したお金は、寄付の一環として貧しいものに与えられる。 なお、多くの教徒は、祈りも施しもない断食は役に立たない、有害と考えている。ローマカトリック教会ローマカトリック教会における断食は、1日の食事を十分な量を1回と少量を2回にする。食事の間で固形物を食べるのは許されていない。また、5歳の期間は動物の肉を食べない。プロテスタント教会プロテスタントでは、宗教改革の際に、 断食とは外部の習慣であり、このようなことをしたところで個人の救済は決して得られないと批判している。一方でアメリカ合衆国にいるプロテスタント宗派は2回の介護の季節、始純節と公臨節の一部として断食することを奨励している。キリスト教系の新宗教末日生とイエスキリスト教会末日生とイエスキリスト教会では断食の間は 食物と飲み物を完全に断つ。通常は月の初めの日曜日が断食の日に設定されており、2食を断つことが推奨されている。多くの信者は前日の土曜日の夕食から断食を開始する。断食によって節約されたお金は困っている人を助けるための断食献金として教会に寄付される。ひじゅられき9月であるラマダーンの間、 ファジュルから日没まで断食が行われる。その間、飲食、喫煙、性行為は禁止。ラマダーンはイスラム歴の月の一つであり、ムスリムは断食をとても重要な要素とみなしている。断食することで、アッラーが命じたことを行い、逆に禁止されているものすべてから遠ざかることで、くわを増やす、断食を行うムスリムは、多くの罪から助けられ、 ジャハナムから守られるとされる。なお、ラマダンについては、食べ物と飲み物を断つだけではなく、嘘をつく、騙す、下品な話、口論、喧嘩、みだらな思考をしないことも含まれる。断食を行うことで、貧乏で空腹な兄弟に対して、連帯感を醸成するとする。ラマダンの月には、寄付を行い、日没後に食事ができる。 ラマダンに断食することには、次のような三つの意味があると、東京都八王子市にあるモスクの関係者は、以下のように説明している。忍耐することを学ぶため忍耐強くなるため貧しくて、食べることができない人々の苦しみを理解し、そうした人々のことに思いを至らせるためクルアーンに書かれている語行として、行うためラマダンは、生活におけるバランスや節度を保つために役立っている。 クルアーンでは、ムハンマドは、いわいち、さんを食物で見たし、あとは呼吸などのためにとっておきなさい。満腹まで食べるのは良くない。満腹の1、3程度に、節度をもって食べなさいとムハンマドから指摘されているという。ラマダーンの月には、ムスリムは仕事も学校も、早めに切り上げ、体を休める。そして、レストランではなく、自宅や、親族の家で一緒に食事をとる。 ラマダーンの月の夕方には全員家に帰るため町には一個一人いなくなる。ラマダーン明けの食事をするときもラマダーンの素晴らしさを感じることをできるという。ラマダーンの月は事前を行う月でもある。ムスリムにとっては信仰を深められる時間であり、ムスリムはこれを心待ちにしているという。全世界のムスリムが同時にラマダーンを再開するので、それによって 世界中のムスリムが一体感を味わえる時でもあると言う。なお、子供に対しては年齢が低い間はラマダンをやらせず、成長するにつれてラマダンに参加させるようになる。なお、ラマダン以外にも自発的な断食がある。個人個人の考えと地方の慣習に基づき異なる種類の断食がある。断食の方法はバラつきが大きい。厳密なものでは 前日の日没から翌日の日の出の48分後まで食物と水を立つ。それ以外では、1日一食を行ったり、ある特定の食べ物のみを食べるといったものがある。どの場合でも、断食期間中は卵を含めた動物性食品には触れることすら許されない。様々な断食の形がある。一つの形式は、翌日の夜明けまで食べ物と飲み物を立つ。 別の形式では食べ物を断ち、沸騰している水は飲んでも良い。その他に食べ物の種類を制限する形式もある。味付けは塩と胡椒の実にし、レンズ豆と味気ない食べ物だけを食べる。ジャイナ教の教えによれば断食によって欲望と情欲を抑えることで語を取り除く助けになるという。また断食により自発的に死に至るサンターラーという儀式がある。 ジャイナ教においては、サンターラーは自殺ではなく、知識と意図を持って行う儀式の一つであり、長い時間をかけて人生を振り返る時間が与えられる。自分の人生が目的を果たしたと感じた場合、誓いを立てる。これの最終的な目的は、肉体の浄化と欲望を捨てることである。断食する釈迦の増上ザブ仏教、上ザブ仏教の僧侶は律に従い、 正午の食事以降はものを食べない。が、これは断食とは考えられてはおらず、むしろ瞑想を補助する修行の手段である。仏教において断食は苦行であり、中道から逸脱したものとして拒絶されると一般的に考えられている。大乗仏教大乗仏教の僧侶は、経典上は、食事に関しては制限されないが、肉食は避ける。 肉を使わない精進料理が編み出された。天台宗比叡山延暦寺で行われる修行の一つ、千日開放行においては、道入りと呼ばれる荒行が行われる。足掛け9日間にわたって、断食、断水、断、眠りの中、信言を唱え続ける。命をも落としかねない荒行である。生還した場合、平均して1 5ラムは体重が落ちるという。 多宗派仏教で促進物になる際や主言道でも積極的に同様の荒行が行われた。医療的な理由を除き断食は推奨しない。宿教の教祖は断食は個人に対して精神的な利益にならないとしている。宿教の教典であるグリグランとサーヒブでも断食や日々の儀式、自己規律は報われないとされている。多くの宿教とは いかなる種類の断食も言ったことはない。バハーイーゴ読みの交渉の月の間、日の出から日没までの間行われる。断食の間は完全に食物と飲み物を断ち、喫煙も禁止。断食は祈りの義務とともに最も重要な義務の一つであり、15歳以上の者のは断食をしなければならない。ただし、仏教、ジャイナ教、 ヒンドゥー教などの禁欲的な修行者が行う断食は永続的である場合も多い。ありがとうございます。